剣すごいんだよ。さっさと切られやがれ。てめえじゃ俺とのつながりは切れやしねえってばよ。つながりうるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、俺とのつながりが一番めんどくせえんだよ。なんで闇に行った俺をさっさと切りやがらねえ。仕方ねえだろ。俺はお前のことを兄弟が眠っちまってんだ。だからもう体と心が勝手に動いちまうんだよ。お前が一人にならないようにって考えちまうんだよ。お前やだと。サスケ、お前も知ってんだろ。俺が昔、里のみんなに嫌われてたこと。俺も昔は里のみんなを恨んでた。一歩間違えれば、お前みたいに恐ろしいことを考えたのかもしれない。それに、俺はいつも一人だった。けど、同じような奴がいるって思って、嬉しかった。本当はすぐに話しかけたかったけど、はやめだ。何でもできるお前が羨ましくて、勝手に俺のライバルに決めた。お前は俺の目標になった。何にもなかった俺がつながりに埋めてた。第7巻で任務やってよ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからサスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当に良かった。ナルト、お前が今さら何を言おうと俺は変わらない。俺はお前も里の奴らも一人残らず全員潰す。行き着くところ、お前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか、俺に倒されてただの負け犬になるか、そのどちらかだ。負け犬になんかならねえし、お前を倒した英雄になんかにもならねえ。そのどっちでもねえよ。何なんだてめえは。一体何がしてんだ。大玉打線が。やだと。以前と同じように俺はここでお前に勝つ。お前はまた俺に及ばずに負けるのさ。俺があん時とは違うって分かってんだろ。もう負けねえよ。違う、お前は変わってない。それが俺を苛立たせるんだ。だと。昔からだ。昔から変わらないお前のその態度が。くそ。お前も俺も最初から分かってたんだ。口にこそ出さねえけど、俺たちは友達なんだってことは。だから俺はお前をオロチマルに渡したくねえんだってばよ。なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。俺はお前を止めるんだってばよ。つながりか。だったらそのつながりを俺は断ち切るまでだ。ガスかよ。お前がいなければ、お前が最初からいなければ、俺は残念だったな。最初からお前のそばにいたのが俺で、俺ってばしつこいからな。お前が諦めるまで俺は諦めねえぞ。やだと。お前
前はナルト！何しやがれ。毎日少しやがってムカつくんだってばよ。お前はあ、てめえこそいつもバカしやがって。目に入るだけで目障りなんだよ。へえ、お前は俺の真似できねえだろ。俺ってばすごい。レベルが低いんだよ。情けねえと思わないのか。ふう、全然思わないってばよ。お前こそいつもチムチムしやがって、見てるだけでイライラするんだってばよ。ああ、もっとみんなと遊んでみろよ。一緒に遊んだらお前だってどう言ってんだ。俺バカバカバカ。勝手に混乱しやがって、意味わかんねえやつだ。
やっと気がついたかよ。見ての通りだ。あまり動くと傷が広がるぞ。そんなになってまでなぜ俺の邪魔をしたがる。俺は闇に入り、全てを切るために力を得た。どんな奴でも当然、そんな俺とのつながりを一度は切ろうとした。だが、お前は俺を決して切ろうとはしなかった。なぜそこまでして俺に関わろうとする。何度も言ってんじゃねえか。もう分かってんだろ。いいから答えろ。友達だからだ。友とはお前にとってのそれは一体何なんだ。そんなの口じゃ説明できねえよ。ただお前のそういう背負ってごちゃごちゃしてるとこ見てっと、なんでか俺が痛えんだ。すっげえ痛くて、とてもじゃねえけどそのままほっとけねえんだってばよ。ナルト、お前が昔常に一人でいるのは知っていた。俺と同じで里の皆に阻害されていたな。お前は俺と違い、バカなことをして他人に関わろうとしていた。最初はそんなお前をくだらないやつだと思い、弱いやつだと思っていた。だが心の底ではお前が気になるようになっていたんだ。そして互いに成長し、俺とお前は同じ班になっちまった。火影になりたいとほざくお前と一緒に任務をこなし、互いに強くなっていくのを実感した俺は、いつしかお前とも戦いたいと思うようになった。そして俺は七班に己の家族を見るようになっていった。だからお前の苦しむ姿を見るたび、そう、俺も痛かったんだ。お前の痛みが分かったとき、初めて仲間と思えた。だがその反面、急激に強くなっていくお前を放っておけなくなった。お前は俺にはない強さがあった。いつも俺の前を歩いてやがった。まるでかつての兄さんのように。今日だってそうだ。お前は動かすのは無理か。せっかくお前をぶん殴って目を覚まさせてやりてえのによ。なんだよ。こんなになってまだやる気かよ。足りねえだ。何度だって認めてやるよ。は？俺の負けだ。バカ野郎！この戦いは勝ちとか負けとかそんなんじゃねえよ！ダチが拗ねてっから一発ぶん殴って目覚まさせてやろうって話だ！なあ、ナルト、俺はお前を認めちまった。
ここで俺が死ねば陸道仙人の時代から続く戦いの連鎖は終わるだろう。これも一つの革命だ。俺は俺自身で己に決着をつける。死んで決着つくなんて思うなよ。死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ。俺のやりたいことは全忍びの協力だ。もちろんお前も含めてだぞ。お前がそれでよくても他の者は納得しない。たく、それ以上ぐちぐち言ってみろ。またぶっ飛ばすぞ。俺がまたお前に立てつくかもわからんぞ。もうお前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる。これ以上同じこと言わせんな。お前は一体何なんだ。友達だ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする。何度も言ってんじゃねえか。もう分かってんだろ。いいから答えろ。つうか、お前の方はまだ分かってねえのかよ。そういや、お前も意外にバカだったもんな。スラトンカチ。やっぱりここか。カカシ先生。ああ、行ってこい。てめえには負けねえってばよ。ほざいてろ、うすらトンカチ。ああ、もうバイト、うっさい。やっと戻ったね。